トヨタハリアートヨタハリアーハイブリッド初代マフ38ワット型ハリアーハイブリッドはトヨタ自動車が販売している高級クロスオーバー SUV ハリアーの2代目モデルに設定されていたハイブリッド仕様である。本校では2代目ハリアーのハイブリッド仕様についてのみ述べる。SUV 型乗用車のハイブリッドカーとしてはトヨタから同時に発売されたクルーガーハイブリッドとともにフォード エスケープハイブリッドに次いで世界で2番目に市販されたモデルとなる。ハリアーは日本国外ではトヨタが展開する高級車ブランドレクサスから RX の名称で販売されており本モデルも RX のハイブリッド仕様 RX400H として販売された。レクサス RX については2009年に3代目モデルへモデルチェンジされハイブリッド仕様も 全面刷新された RX450H が日本国内でもレクサスブランドから販売されるようになったが、その後も先代にあたる本モデルもハリアーハイブリッドとして継続してトヨタブランドで併売されていた。2013年9月にハリアーハイブリッド公式ホームページにハリアーハイブリッドの生産はすでに終了しております。 在庫状況は販売店によって異なりますので、詳しくは販売店へお問い合わせくださいとの告知が掲載され、以後は在庫限りの販売となった。その後、ハリアーハイブリッドとしてのページが消滅したが、なぜかもう一度出現し、先車両詳細情報についてはご覧いただけませんとあり、すべてのページを閲覧できない状態になっていたが、2013年10月25日に、 公式ホームページの掲載をすべて終えた。同年11月13日にハリアーが日本国内戦売車種として3代目にモデルチェンジされたがハリアーハイブリッドとして販売されていたハイブリッドモデルはハリアーに吸収統合される形で約1ヶ月ぶりに復活することとなった。なお装備内容は一部異なるもののグレード体系はガソリン車と同一である。 ハイブリッドユニット搭載される 3MZFE 型エンジン V 型6気筒 3310cc の 3MZFE 型エンジン、フロントモーター及びリアモーター等、統合制御するハイブリッドユニットを搭載する。加速性能は0時速 100km が7.3秒、50時速 80km が3.5秒と、V 型8気筒4リットルエンジンに匹敵する。 動力性能を発揮する。2トン近い車重を感じさせない、ハイパワーと低燃費を両立している。LED、リアコンビネーションランプ専用アルミホイール内外装は、基本的には、ベースモデルであるハリアーに準じているが、以下のような点が異なっている。シートはブラックのみ。ありがとうございます。